首都高速中央環状線内回り分岐付近市と高速5号池袋線下り分岐付近、板橋ジャンクションは東京都板橋区にある首都高速道路5号池袋線と中央環状線を結ぶジャンクションである。周辺の地名は板橋、中宿、大仙東町、大山加内町、氷川町である。板橋本町出入り口から新板橋出口間は国道17号。 板橋本町出入り口熊野町 JCT 間は山手通り、熊野町 JCT 新板橋出口間は旧川越街道の上を通る。また、都営地下鉄三田線板橋区役所前駅の真上にあり、板橋区役所はジャンクションの中に立地するような形となっている。板橋本町入り口中央環状線外回りの利用はできない。また、 熊野町 JCT 板橋ジャンクション間は5号、池袋線と中央環状線との重複区間である。首都高速中央環状大路線と首都高速中央環状新宿線方面を行き来する際は、板橋ジャンクション熊野町 JCT 間で首都高速5号池袋線の本線を平面交差する必要がある。逆も、また同様で5号池袋線の高島平。 戸田方面と池袋、竹橋方面を行き来する際は、両 JCT 間で中央環状線の本線を平面交差する必要がある。JCT 間の短い区間での分岐、合流による渋滞が発生していたことから、この渋滞緩和を図るため、中央環状線機能強化事業の一環として、板橋ジャンクション熊野町 JCT 間を、 従来の三車線から四車線化に拡幅する工事が行われ2018年3月18日に完成した。ありがとうございます。